ピシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペイエース。はあ、先輩たちも今日で卒業か。寂しいな。よし、今日が最後のチャンス。あの先輩、よかったらその第二ボタン私にください。と、第2ボタンをもらいたいのはみゆ、森下ゆき子と、はあ、今日は先輩たちの卒業式か。寂しいな。よし、今日勇気を出して行ってみよう。先輩、あの第2ボタンください。と、卒業式の日第2ボタンをもらいたい先輩はウォーリアー大和田ひとみです。さて、今回も始まりましたオペオペ EX、こちらは私たちが5周年を迎えてますます盛り上がるリシリアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。はい、ということで番組は第45回、みゆさんにもらうんだね。そう、みゆさんとは保健委員が一緒だったの私。え、同じ保健委員でね、ずっと憧れてたのよ。あ、そうなんだ、うん、知らなかった。初情報だね。あ、知らなかった。私保健委員でさ、学年違いのね。そうなんだ。そりゃ頼もしい保健委員だね、みゆ先輩。ちょっと最後だからね、私のちょっと気持ちはバレてたかわかんないけど。森氏は顔に出るからね、バレちゃう。糸ちゃんもウォーリアさんにもらうのね。ウォーリア先輩に。ドキドキする。ドキドキするよ。なんかやっぱね、今ちょっと10章、30章終わって、うん、ウォーリアさん熱も熱く。くれんのかな。くれるでしょ。光あれ。光あれ。素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の挨拶はですね、オペオペネームエースさんからいただきました。ありがとうございます。ちなみにエースさんはノエルだそうです。うわー、いいですね。いいね、ノエルも。なんかくれそうだよね、こう、え、これが欲しいのみたいな。そう、なんか普通にね、さらっと、あんまりよく分かってないけども、うん、いや、キュンってするね。ねえ、ご先輩っていう括りだったからさ、うん、今回はみゆさんと思ったけどさ、うん、やっぱちょっとマッシュからも欲しいね。マッシュは先輩のくくりじゃないの。マッシュはちょっと決めかねてるの、同級生なのか。あ、自分の中でね。そう、うん、確かにね、ここで私たちがジタンマッシュって言ったらエースさんも、いや、そういうことじゃないってなる。そうエースさんが聞きたかったのはそういうことじゃないと思って。そうじゃないって、まあ確かにね、うん、好きなキャラクターではあるけれども、先輩としての妄想してみましたね。はい。そしてこの後すぐに新情報コーナーもあります。今回はどんな情報なのか、どうぞお楽しみに。では始めてまいりましょう。リシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX 第45回、今回のミッション、スタート。オペオペ EX。 さて、まずはこのお方をお呼びしましょう。オペノスケさん。ガラガラガラ、ダダダダダダ、はあはあ、先輩、俺に第二ボタンのボタンをください。と、卒業式の日第二ボタンをもらいたい先輩はミユ。どうも、オペノスケでございます。え、かぶったかぶったかぶった、初めてかぶったよ。初めてかぶったね。 あ、うん、あるんだこんなことね。だから、オペノスケはこの挨拶がさ、お二人がやってる時にさ、もう前もって誰にしようかなっていうのは書いてるんですよ、いつも、はい、なぜか、うん、で、まあこれでいつか誰かと被ることもあるかなと思ったけど、今日被って感動。感動してた。モテモテ、みゆ先輩。みゆ先輩ですね、やっぱ。え、どうするんですか、第二ボタンは一つしかないですよ。確かに確かにね、左右の腕の横についているボタンでもいいかなと思います。それでもいいの、ここのでもいいの。それでも第二ボタン。そうそう、あれも第二ボタンじゃない。あ、これが第二ボタンのボタンっていう。そう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 。いや、そうなんですよ。僕はちょっとね、ソフトテニスボール部の先輩がみゆさんで。あ、そうなんで
ですか。そっか、部活がご一緒だったんですね。私は委員会だったんですけど。え、みんなあるじゃん設定。そうなんですよ。3年生があの引退するときに、ね、あのラケットくれたからね。それから僕は懐いてるっていう設定で。そうなんだ。ちょっとみんないいな。いいでしょ。私ウォーリアさんに雨の日に傘貸してもらったっていう感じです、うん、めっちゃ素敵。そっから私憧れてるっていう。それは憧れちゃうわ。いや、いいですね。はい、そしてここで一通お便りをご紹介しましょう、うん、オペオペネームオペタマさんからいただきました。ありがとうございま す。オペオム光のかけらたちで思い出いろいろ蘇りましたね、うんうん、リリース開始からプレイしています。フレンドがみんなスコールっていうのもうなずきました。うんうん、カオス実装も初めは絶望しましたね、かっこ笑、うん、ですね。さらに次元の最果て実装もあり、当時難しすぎてしばらく寝かせてましたが、ひとちゃんとゆきちゃんが1層と2層調整したのを参考にしてクリアできた時にはすんごい感謝しました。わ、それから、次元の最果てとかの高難易度もオペオペとともに一緒に頑張ってました。今は神竜でまた絶望してますが、これからも一緒にオペオム頑張っていこうと思います。あ、頑張っていきましょう。嬉しい、これ嬉しいですね。嬉しいです。あの終電の最果てそうだね、参考にしてくださったんだ。参考にしてくださった。いや、もういや頑張った甲斐があった、ね、頑張ってよかった。届いた。あと、あのオペタマさんはひとちゃんとゆきちゃんって呼んでくださってるの嬉しい。嬉しい。この番組じゃ出ない呼び名よな、ゆきちゃんの方は、うん、そう、ひとちゃんはね呼んでくださってるけど、モリシーっていう、ね、結構定着してる中、ゆきちゃんって呼ぶ。ゆきちゃんは母しか呼ばないわ。嬉しい、すごく。オペタマさん親戚の人だ、親戚の人。ちょっと私たちがこう頑張っていけば、オペタマさんも続いてくださる。親友ね、絶望しますよね。しますよね。頑張りましょう。一緒にね。一緒にね。じゃあやっぱね、この番組でね、心理もやっていかないとね。そうね。そうですね。そうですね。ということで、おぺたまさん、お便りありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらのコーナーに参りましょう。おぺのすけの情報通の館。はい、ということで今回も新情報をお届けいたします。うん、まずはお品書きをご用意しましたので、モリシーお願いします。はい、今回のお品書きはこちらです。吹き飛ばして勝利をつかめ、幻獣界スピリタスパンデモニウム。おお、8万ジムゲットのチャンス、次元の最果て超越応援キャンペーン。ほうほう、うんうん、優雅なひとときを談笑エナクロ。うん、見せながら戦え、レイドボス討伐チャレンジ。おー、なるほど、はい、結構気になる見出しいっぱいあるけれど、うん、そうですね、まずこれで順番にね行っていこうかなと思います。はい、ということでまずはこちらです、うん、はい、ということで3月31日から幻獣界スピリタスパンデモニウムが登場です。はい、うん、なんだ後ろの影は、気になるでしょ、ね、はい、お、待ち受けるボスはこいつらだ。おお、はい、ということでガイアフォースとエンシェントガードが登場します。おお、うん、なんか強そう。強そう。え、なんか木の敵と、このキャベツ、木の葉みたいな、はい、この葉、キャベツみたいな、この葉みたいな。美味しそうになっちゃった。すごいガイアフォースっていうかっこいい名前ついてるよ。そうなんですよ、うん、はい、ということでね、この2体が登場します、はい、このボスはですね、ガイアフォースが吹き飛ばし以外の HP ダメージを軽減してくるほか、うん、エンシェントガード自身も、要所で吹き飛ばし以外の HP ダメージを軽減してくるので、うん、まあ、つまりは吹き飛ばしが自由になってくるということなんですね。すごい。なるほど、吹き飛ばしめっちゃ大事だ。そう、そもそもこの子は吹き飛ぶんですか、エンシェントガードさんは。ねえ、地に根を張ってそうだ。あ、まあ、確かに地に足ついた男なんですよ、この、うん、こいつはね。そう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 、はい、まあ、なんですけど、まあ、吹き飛ぶかどうかで言ったら、まあ、吹き飛べます。あ、ちゃんと吹き飛ぶな、はい、はい、吹き飛ばないのってなっちゃうとね、おいおいってなっちゃうんでね。なるほど、はい、うんうん、そしてですね、フォースゲージ効果で、こちらの物理ブレイブダメージを軽減してきます。いろいろ軽減してくる、うん、そう、だから結構ね、その硬いというかガードに寄った
そのディフェンシブなモンスターになってるんですね。うんうん、うんうん、はい。そしてこのフォース弱点は、フアラビリティで魔法ブレイブダメージを与えつつ吹き飛ばした時、うんうん、となりますので、まとめますと魔法ブレイブ攻撃持ちの吹き飛ばしが重要となるんですな。ただの吹き飛ばしじゃダメなんだ。ただの吹き飛ばしじゃダメなのさ。はい、そうなんです。なるほど、だいぶ絞れてきましたね、うん、もうほぼみんなね古代にたどり着いてると思うはい、ということで今回、うん、FR 武器と BT 武器が追加されるのはこのキャラ。あーあー、はい、うん、ということでレインズに FR 武器と BT 武器が追加、キャラクター調整もございます。いやそうよ、レインズさんといえばね吹き飛ばし、吹き飛ばし、そう、もう代名詞みたいな技ですからね。でも待って、レインズさんに、うん、BT 武器も追加されるんですか。そうなんです、ね、FR だけじゃないぞと。どんな世界になるんだ。ただでさえもレインズさん強強なイメージあるけども BT まで。確かに、うん、レインズさんは吹き飛ばしと、うん、あと味方の行動順の操作ができたり、うん、そうね、呼んでますからね、こっちに、うん、で最後の追撃でねインパクトストライクしたり、うん、あれも強えんだ。あれは強えんだ。あと EX アビリティで味方全員の、うん、弱体効果をすべて回復して敵全体の強化効果をすべて解除するっていうキャラクターでした。頼もしい、頼もしい。このねイークサビリティが本当にねかゆいところに手が届いてる本当にすごいです。はい、そうなんです。そんなレインズの FR 武器からご紹介したいと思います。お願いします。どうぞ。はい、ということで FR 武器はキャバルリーグラブ、うん、FR アビリティはレイジングリベリオンになります。おお、かっこいい。はい、うん、FR アビリティのレイジングリベリオンは自身以外の味方全員を自身の次に行動させ全体への魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技となっております。うんうん、もちろんターゲットを吹き飛ばします。うんうん、そしてフォースタイム効果は味方全員に、敵を吹き飛ばした行動順経過時 HP ダメージボーナスアップ、はい、吹き飛ばしの追撃後 HP ダメージボーナスアップとなっております。おお、うん、なるほど、うん、すごいレインズにぴったりだこれは。うん、そうな、その追撃後っていうのは吹き飛ばしてその後からついてくる人たちのことですよね。はい、そう、あの3人パーティーだから1人が吹き飛ばしたら味方 A と味方 B が追撃してくれるってことですね。うんうん、その HP ダメージボーナスは参加人数は関係あるんですか。うん、これがね、うん、大事です。大事、そうなんだ。大事です、はい、あのこの吹き飛ばし後の追撃は、追撃1回ごと、まあ、1人ですね、1人参加ごとに HP ダメージボーナスがアップします。うん、で、さっきもちょっと軽く説明があった通り、あのレインズが吹き飛ばした時ってレインズが吹き飛ばして、まあ、誰かが追撃してで最後にもう一回レインズがインパクトストライクで追撃してくれるじゃないですか。うんうん、はい、なので、レインズが吹き飛ばした時は味方2人の追撃プラス最後にレインズ自身も追撃っていうことで、最大3回分 HP ダメージボーナスがアップするんですね。おお、うん、すごそう。すごい。じゃあできる限り吹き飛ばしはこう連続で吹き飛ばしていくっていうのが、そうですね、いい感じ。あの敵を遅延させたりとか行動順を消した後に吹き飛ばすと、うんうん、まあ味方がねずっと続くんで、まあ、追撃がしやすい、うん、もうそういう状況を作るのが大事ですね。特にレインズさんは最後に1回分プラスされるっていうので、う、うんうん、すごい大事、大事だ。すごい強そうねえ、はい、そしてね、そんなレインズ、うん、もう相方の話しちゃいます。あ、相方気になる。相方の時間ですか。相方の時間ですね。レイジングリベリオン、はい、レインズさんか、はい、レイジングリベリオン、リベリオン、リベリオン、はい、これはあの、まあ、レイジングリベリオンは、まあ、ざっくり訳すと、まあ、激しい反逆、激烈な反逆みたいな。激烈な反逆、反逆心ある人だよね。反逆心ある人だね。反逆心ある人たち、反逆心ある人、反逆心ある人で、これまで相方やってなくて、うん、ラムザ。おお、ラムザ。あー、確かにね、ラムザ。レインズさんとラムザって全然オペアムで、あ、そうだ、そうだよね、ストーリーで結構絡んでるっていうのもこの
相方には結構大事だったりする。相方には結構重要パートですけど、ね、この組み合わせに関しては、そうですね、シナリオ上の接点というよりかはそのキャラクター性の方をちょっと重視して選びましたね。そのレイジングリビルンという名前もそうなんですけど、その、まあ、もうほとんどこれ答え言っちゃうみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、その自分が信じる道に対して邪魔するやつを倒していく、その反逆していくみたいな、ヴィラン、ヴィラン、メインさん、メイン、おお、なるほどね。メインさんまだ相方になってない。メインはね、相方にはなってないです、まだ。そうだ、メインさん、はい、ということで、レインズの相方はベインです。ポーカーフェイスされてた。そう、当たってるって思ってた。ベインさんだ。そうですね。まあ、そのまあ、今 の, そのオペラウムにいるレインズはわりかしその仲間というか、その行動を共にしている描写が多いんですけど、まあ、元々の原作だとレインズともその戦うことになったりもするんで、うんうん、まあ、そういう立ち位置的なところからもちょっと今回はベインにしようというふうになった時に聞いております。なるほど。2人での共闘か、はい、すごいね。なんか頼もしい2人。頼もしさしかないね。頼もしさ、ね、はい、うん、続いてはこちらの武器になります。はい、ということで新 BT 武器は受け継がれし意志、うん、BT アビリティは宿命に抗う魂です。かっこいい。はい、この BT アビリティの宿命に抗う魂は全体への魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つものとなっております。うんうん、バースト効果は、自身のインパクトストライクとインパクトストライクプラスがセラフィックチャージに変化、うん、味方全員のステータスアップとなっております。うーん、なるほど。このセラフィックチャージっていうのはどういう技なんですか？ね、それよな、気になるよね。まず聞きたい。だ、これあのバースト期間中だけ追撃の時に発動する技なんですよ。そのインパクトストライクの代わりなんで、うんうん、で、かつ、インパクトストライクプラスをさらに強化した。ちょー、さらに。そう。なんでかなり火力が強化された追撃と思っていただければ間違いないですね。ちょっとさらにすごいことになっちゃうの。ねえ。しかもさ、BT があるってことはさ、うん、バーストモードに入った時とかもさ。うんうん、うまくいけば基本的に味方たちをずっとこう引き連れて、いや、そうなのよ、あの、ずっと吹き飛ばしていけるってこと？バーストモードに入って、まあ、6回殴れてフィニッシュバーストが打てると思うんですけど、うん、その殴ってる最中って基本的にレインズの攻撃って敵を吹き飛ばすことができて、うんうん、バースト発動中なんで、味方が後ろにいても追撃に参加してくれる、うんうん、でこれはね、そもそもすごいダメージになるんじゃないのかなっていうのはありますね。すごいよ。うわ、なんかバーストアビリティ打ってから、うん、バーストに入ったら、うんうん、最後にずっとセラフィックチャージしながらバースト効果中もうできるってこと、うん、バーストモードはね、はい、うん、気持ちよさそう。そね、すごそう。最後にパン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 って出るスコアがすごいことになりそうだ ね、あれちょっと楽しみよね。そう、うん、どこまでみんなが叩き出すのか。でもこれはもうパンデモニウムにぴったりだ。ぴったりだ。そうですね、あの召喚獣のパンデモニウムのレベルもね、このタイミングで50位になるんでね、やっぱそのパンデモニウムはね、うん、その吹き飛ばしに特化した召喚獣っていうのもあるんで、まあその辺との相性も抜群じゃないのかなと思いますね。うん、楽しみ、ねね、はい、ということでね、以上が、幻獣界スピータスパンデモニウムの関連情報でございました。うん、続いてはこちら。はい、同じく3月31日から次元の最果て超越応援キャンペーンが開催されます。よっ、はい、すごいね。8万ジェム、8万ジェムです。8万、はい、チャンス、8万ジェムゲットのチャンス、はい、こちらね、どういうことなのっていうのはすごいみんな気になると思いますんで、はい、説明していこうかなと思います。はい、はい、次のスライドお願いします。はい、ということで、次元の最果て超越応援キャンペーンではパーフェクトクリアしたステージ数に応じてジェムが獲得できます。うんうんうん、で、この次元の最果て超越の応援キャンペーンって今までも何回かやったことがあると思うんですけれども、うん、前回までで達成したミッションを再度達成することはできないんですが、もちろんね、今回新しいミッションも追加されているので、大量のジェムがゲットできるというふうになってるんですね。うん、
うん、そうか、この辺のルールはね、前回のキャンペーンの時と一緒ですね。でも、まっさらな、まだ一つもチャレンジしたことがないって人は頑張れば8万ジェム、8万ジェムがもらえる。夢ある。でっかいよ、8万、すごいな。すごいね、何回回せるんだって感じ。あとは、ね、あれよね、まだその新竜クエストが追加されていない超越も結構あるんで、それを埋めるだけでも結構なジェムの数になるんじゃないのかなと思いますね。確かに今やるとね、こう同じ超越といえど結構難易度が違うからちょっと高めですけど ね、昔の超越はね、さすがにちょっと難易度が簡単になってると言いますか、ちょっと手応えも遊びやすくなってるので、まあ、それをね、埋めてジェムをゲットするっていうのは全然ありんじゃないかなと思いますな。確かに、はい。ということで、今回は4月14日に追加予定の次元の最果て超越ステージ12までを達成することで、最大で8万ジェムがゲットできちゃいます。おお、嬉しいな。このスライドの赤字の箇所が前回はなかった部分ですね。そう、10、11、12ですね、はい。これはこれからもらえるやつ。そう、今回新しくもらえるやつ。もうね、9ステージクリアしちゃってるって人も、うん、2万ジェムは手に入る。そうなんです。いや、2万ジェムはありがたいよ、欲しい欲しい。2万ジェム大きいからね、大きいです。はい、なんでね、結構そのこの次元の差で超越応援キャンペーンって比較的長め、約1ヶ月間やっているこの応援ミッションなんで、まあ、ぜひぜひこの機会に、挑戦してもらえればなと思っております。はい、はい。今回のキャンペーンでは、4月の中旬に登場するガチャ2種類が、初回10プラス1回無料になってるんですね。で、こちらに関しては次回のオペオペでそのガチャから何が出てくるのっていうところも含めてご紹介させていただきますので、こちらもお楽しみに。わかりました。はい、お次はこちらです。お、はい。ということで、毎日メダルコレクトバトルにメタルジャムテンダーが登場。お宝メダルが毎日4枚ゲットできますので、30日間合計で120枚となります。120枚、嬉しい。もう4枚もらえるの嬉しいね。ねえ、いや本当よ、すごいよ、120枚か。大交換できる。ガチャチケットと交換しよう俺はって今思っている。そうなんですね、ガチャチケなんですね。ガチャチケ派なんです最近。その時の足りないものだな、いろいろ足りなくなるからな。まあそうね、ナゲットとかもまだまだ欲しいもんね。欲しいです。いくらあっても足りないから。そう、じゃあ足りないものを交換しようという気持ちでぜひぜひ毎日遊んでください。はい、はい。そしてキャンペーンのラストはこちら。いつものありがとうございます。ありがとう。そう、これも地味に嬉しいからね。はい、ということで、こちらがね、次元の再発超越応援キャンペーンの情報でした。はい、お次はこちら。うん、はい。ということで、4月5日から断章エナクロが追加されます。このキャラクターに FR 武器が追加。わー、エナクロさん、エナクロさん、はい。エナクロに FR 武器が新登場、キャラクター調整もございます。エナクロさんはね、アビリティの大雑把ホーリーを使って付与される強化効果の大雑把創造神、で、エンちゃんと聖闇がついたり、行動した後 20% の確率でリカストゲージがマックスになったりするキャラクターでしたね。気まぐれさんだ。これ結構ありがたい。ありがたい。大雑把だったね。大雑把でしたね。確率で上がるっていう。ゴッドオメガをね、召喚してドーン、ゴッドオメガをね、そう、だから運がいいとね、その EX アビリティ2回ドーンドーンって打ちたりするんですよね。いや、嬉しい。エナクロさん、イベントからまた初登場だから、イベント終わってから始まった新規さんは、はい、初めまして、エナクロさん。そうだね、そうですね、今までのね、毎日無料ガチャとかでエナクロの武器が出てなければ出会う機会がなかったので、ここで初めましてになるんじゃないですかね。私も武器をその時揃えきれなかったから嬉しい、また来てくれて。いいよね、エナクロさんスカーフの色がね、変えられて楽しんだ、おしゃれだよね。はい、じゃあそのエナクロさんの FR 武器をご紹介します。はい、FR 武器はマシンのスカーフ、
FR アビリティは大体回答ランマになります。おお、はい、FR アビリティの大体回答ランマは全体への近距離物理ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技です。うんうん、はい、そしてあの敵全員の行動順を消失させるという効果もあるんですね。おお、行動順消失、うん、そうなんです。で、フォースタイム効果は味方全員に生属性攻撃コマンドを選択した行動順結果時 HP ダメージボーナスアップ、うんうん、闇属性攻撃コマンドを選択した行動順結果時 HP ダメージボーナスアップ、うん、で、最大ブレイブ以上のブレイブを所持した状態で HP 攻撃を行った行動順結果時 HP ダメージボーナスアップとなっております。なるほど、なるほど、うん、エナクロさん自身ね、生と闇属性攻撃ができるから、うん、1つ目と2つ目の条件は満たせそうですね、うん、そうですね、あのエナクロ自身はね、その自分に生闇エンチャントができるんで、まあ、1つ目2つ目の条件は満たせるんですけど、味方にはエンチャントするわけではないので、そこはその元々そう生属性キャラを、まあ、ミーとかを連れて行ったりとか、まあ、逆に闇のキャラクターを連れて行ったりとかして、その多少その編成に工夫することでどのキャラが動いてもHP ダメージボーナスが上がるぞっていう風になります。うん、確かに。じゃあエンチャント、聖エンチャントオールとか持ってる人とかっていけば、そういいってことですね。相性は良いと。うんうん、なるほど。最大ブレイブ以上、うん、あ、ブレイブを所持した状態っていうのはつまりオレンジ色になった時ぐらい。そうです、あのざっくり言うとブレイブが白じゃなくてオレンジ色の時に攻撃すれば条件は満たすと。なるほど、なるほど。じゃあ結構、あ、そうですね、うん、これはなんでそんな特殊なことをする必要がないというか、うんうん、比較的どのキャラでも満たしやすいんじゃないのかなという。はい、そっか、エナクロさんが特にこうブレイブ付与がいっぱいできるっていうわけでもない、特性ってわけでもないけど、大体なんか満たしやすいっていう。そう、まあかなり満たしやすいと思うんですよね。うん、確かに編成によってはこう連れてく子たちによっては、うん、うん、いいですね。そのなんかゆるさっていうのか、その、うんうん、だいたい大丈夫みたいな感じがエナクロさんと、確かに、まあね、ゆるい感じの状況していきましょうよみたいなエナクロさんだし、ね、らしさ出てる、うんうん、出てる。はい、ということでね、以上がねエナクロの FR 武器の情報でございました。うん、はい、はい、ということで相方です。相方か、相方、これはね、あの多分ね、なかなかたどり着かないんじゃないかなと思うんで、たどり着かないことはないんですけど、うん、あの技名とかからはちょっと想像しにくいかもしれないです。そっか、なんか、うん、どうぞ。私が一つちょっと思ったのが、うん、突然行動順を消失させるが出てきたから、確かにね、行動順を消失させることができる人と組んでるんじゃない？うんうん、なるほど、その効果から推理するパターン ね、うん、推理はね、はい、効果から推理するパターン入ったね。えってなると行動順アミダテリオン、ジタン、ミン、ジタン、ミン、うん、かな。そうだね、なんかその最近のね、バンの工作する意思調べだと、うん、ストラゴスさんとかと結構なんかコンビっぽい雰囲気で、うん、確かに可愛かった可愛かったよねあ、そうだね、バンの工作する意思で結構出てらっしゃって、出てらっしゃった、だからバンとか、そうだよね、ストラゴスさんとか、そういう線もあるのか、あるのかな。よし、出てるのか、今の違うのか、今のトークに正解は出ていません。あ、いや、ないんだ。そっか、悔しいな。ということでね、まあ、ここはね、あまり長く引っ張っちゃってもしょうがないかなっていうところなので、ちょっと正解発表すると、はい、エナクロさんの相方はホープです。え、ホープ？ホープ？ホープ？お、へえ。で、これは、アレキサンダーつながりなんですね。そう、ホープの召喚もがアレキサンダーだし、はい、まあ、エナコレって、まあ、ちょっとぼかしますけど、はい、結構そのアレキサンダーに縁が深いというか、うんうん、はい、そういうキャラクターなので、ちょっとそういう組み合わせでいこうかなということで。なるほど、はい、そうか、はい、あとあのホープはね、ホープ自身の FR アビリティがね、ちょっとなんですか、敵との組み合わせだったんで、ちょっと味方との組み合わせパターンもちゃんと出してあげないとなということで。なるほど、あ、
完全に予想外だった。予想外だった。よし。可愛い予感がめっちゃする。え、そうだね。ね、この二人。でも、ね、だいたい回答。ランマ。ランマ。どんな技なの？可愛いよ、絶対可愛いよこれ。大体だもんな。うん、まあ、ざっくりね、ざっくり回答の方なんでね。ざっくりか。はい、ということなんでね、こちらもね、じゃあ話題演出とかも楽しみに待っていただければなと思います。はい。はい、お次はこちらです。はい、4月8日からレイドボス討伐チャレンジが開催予定となっております。うん、気になる。見せながら、見せながら戦え、戦え、どういう、見せるの？見せる、見せるのが大事。見せる動きなのよ。うん、おお、はい、ということでこのキャラでございます。はい、ということでリティテッドの FR 武器が新登場、キャラクター調整もございます。そういうことか。見せながら戦え、そういう意味ね。なるほどね。みんなお客さんだと、見せながら戦うぞっていうね。彼女がいたら見せられる。そう、リリゼットはね、 EX アビリティを使った時に付与される固有バフのラウジングサンマの効果で、うん、味方全員のクリティカル発生率 100% アップっていうのができる。そうですね。うん、シデバフもいっぱいつけられるし、うん、EX の技がもうすごくかわいい。かわいい、見せられちゃうんだよ。この話、リリゼットでさ、戦うときにさ、EX アビリティの演出が出るたびにかわいいって話をずっとするっていう。なんか共闘でね。そうそう、お世話になってる。なんかそれグッとくるんだよね。グッとくるんだ。かわいい。はい、そんなリリゼットさんの FR 武器を公開いたしましょう。お願いします。うん、はい、FR 武器はトーレット、うん、FR アビリティは誇張の玄武になります。うん、はい、この FR アビリティは味方全員に自身の最大ブレイブに応じた量のブレイブを加算して全体への近距離物理ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技となっております。うんうん、フォースタイム効果は敵全員の素早さダウン、うん、さらに味方全員に、クリティカルブレイブダメージを与えた行動中経過時 HP ダメージボーナスアップ、うんうんうん、攻撃コマンドを選択した行動順経過時ターゲットに付与中の弱体効果の数に応じて HP ダメージボーナスアップ、うん、受けるブレイブ加算効果アップというふうになっております。なるほど、うん、もうこれはもうリリゼットがバッチし HP ダメージボーナスを上げてくれるっていう感じですね。そうね、リリゼットがバッチしですよ。デバフいっぱいつけてくれるから数に応じてですもんね。うんうん、そうなんです。あのリルゼットだけでうまく行動すれば、弱体効果は5個付与できるんですよ。うん、で、あの敵に強化効果と弱体効果を付与できる枠って8個なんで、うんうん、そのうちの5はリルゼットだけで埋められる。うん、そう、あとは1つか2つその弱体効果が付与できる味方を組み合わせればその HP ダメージボーナスアップは結構高い数値というかマックスもらえるんじゃないのかなと思いますね。なるほど、 HP ダメージボーナスっていうのは一定数以上とかじゃなくて数応じて、ね、8がもうマックスで、マックスですね、数に応じたなんで、数に応じて、なるほど、そっかそっか。はい、あとあのクリティカルダメージはね、さっき説明してくれたようにあのライジングサンバで得られる強化効果で味方が確定クリティカルになるんで、うんうん、こちらもかなり満たしやすいと思います。確かに、そうですね。いや、かつね、クリティカルかつデバフがバーってついてたら、うん、そうね、うんうん、上がりそう。ボヨンボヨンって上がりますよ。なるほど、そうなんです。ってのがこのリゼットの FR アビリティの詳細ですな。へえ、はい、まあ、あとね、地味にね、あの素早さダウンがあったりとかも嬉しいと思いますよ。うん、そうですね、素早さ、フォースタイム効果で素早さダウン、はい、そうなんです。なるほど、誇張の玄武。あ、じゃあそろそろ推理パート行く。推理パート。誇張の誇張っていう要素はリリゼット。リリゼット、そうですね、リリゼットは誇張ですな。玄武要素が相方。玄武要素が相方、まあ、相方っていうか、まあ、リリゼット自身も、ね、まあまあそうですね、得意なんでね、うん、得意だけど、はいはい、はい、モリシー、ファリス、おお、踊り子だ。デバフをこういっぱいつけるってところもちょっと共通点あるし、踊るし。お、確かにそのロールとしてもね、デバフはだと、うん、なるほどね。ね、私はやっぱ踊るってなるとパンネロが出てくるけど。そうか、そうだよね、確かに。あ、はいはいはい、なるほどね。
うん、違うのかな。まあでも踊りのキャラといったら、まあ皆さん結構思いつくキャラいると思うんですけれども、うんうん、まあ FF6 のモグとかもね、うん、そうそうそう、今スタッフさんが言ってくれっていう顔しだから言いますね。そうですね、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、うん、そう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 、うん、まあなんですけど、今回のリリゼットの相方は、はい、パンネロです。あ、おお、パンネロだ、はい、パンネロ、うん、2人で踊って見せていくぞっていう。あ、でも絶対いいじゃん。はい、であの玄武の玄の幻って何なのっていう、うんうん、あれってあの原作世界じゃ絶対に何て言うんですか、実現しない、この世界だからこそできるペアの動きということで、その幻といえば幻みたいなことから玄武っていうふうにつけたっていうふうに聞いております。そういうことか、幻、いや見たい、2人のダンス、夢の2人のダンス、いや絶対ゲットする。いや、そうだね、うん、かわいいよ、絶対かわいい、はい、まあそうですね、あの、まあ、踊りがモチーフっていうことでね、その攻撃攻撃してないというか、うん、その踊りをメインにした演出になっているので、まあ、そこもね、うん、ちょっと一つ、まあ、この組み合わせの時はちょっと楽しみにしてほしいなと思いますね。わかりました、はい、わかりました。といったところで今回の情報は以上となります。うん、はい、オペノスケさん今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、オペノスケの情報通の館でした。オペオペ EX 激闘京都オペオペブはい、このコーナーもとい部活ではオペラムニを深めに楽しむ活動をしていきますよ。うん、それでは早速今回の活動を発表しましょう。今回の課題は幻獣界スピリタスブラザーズの難易度スピリタスに挑戦。おー、出た、ついにスピリタス、ついにこの時が来た。いっちゃ難しいやつや。そうだね、ということで久しぶりの難しいバトル、うん、はい、ということでね、あの今回ねご紹介したので、あの幻獣界スピリタスのパンデモニウムが始まるぞということで、じゃあ1個前のブラザーズをちょっと遊んでみようということで、うんうん、今回のこのお題になっております。はい、はい、ただね、あのご安心ください、今回はグレード D を目指していただこうと思います。うんうんうん、これはねブロンテーケラスボスですね、ボスの HP を 60% 未満にすればグレード D、 D です、はい、うん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 、それをね目指していただこうかなと思っております。そして挑戦していただくのはモリシー。はい、モリシー、うん、頑張ります。はい、ちなみに今回もお題をクリアしたらご褒美として視聴者の皆さんにゲーム内アイテムのプレゼントもございます。うん、頑張っていきましょう。うんうん、では今回のチャレンジスタート。まずはパーティー編成を見てみましょう。はい、うん、いやいやいや、もうやってんじゃないですか。こちらです。もうえ D とか余裕じゃないですか、これは。だって、うん、ブラザーズが立派だもん。あ、ね、嬉しいですね、うん、この立派になるの。立派ブラザーズよこれ。はい、で編成のキャラクターはティファとミンユとルナフレーナ。はい。あ、なるほどね、確かに確かに。良さそう。パーティー。そう、この3人だと結構 S まで頑張れました。うんうん。ここで見せれるかはわからないけれど。じゃあもう一応グレード D がお題だけど、グレード S まで頑張れれば頑張りたいという気持ちに溢れてる。頑張れれば頑張りたい。全然もう D なんて見てなかったのよ。すごいな。我々とはちょっと見てるものが違ったな、これ。あと S いけたなってすごい思ってた。S を目指してたあの不安だったんだ。あ、そう、そうなの。皆さんに見せられるだろうか、 確かに、ね、S をと思って。初めに作戦聞いておきましょうか、じゃあ。作戦は、はい、FR アビリティ以外敵に行動をさせない。はいはい、あの敵はねゲージがマックスになって FR アビリティ打ってくるんですよね。すごいずるいの、うんうん、勝手に自分のタイミングで高まってくるからさ。ね、なんでってなるよね。わ、うん、かる、まあ、そこ以外はちょっとミンユさんで行動順を消して消していく。はい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 、はい、ルナフレーナはそれのサポートをしたり、うんうん、こうティファのことをすごくするっていう重要な仕事だ、うん、でティファはもう前だけ向いて殴りかかる、うん、なるほど、いやこれは楽しみだな、楽しみね、では行きましょうか。はい、はい、では次どうぞ。はい、行ってきます。頑張れ。さあ始まりましたよ、うん、
お、いいですよ、並び順いいよ。いい並び順だった、うん、いいスタート切れた。いいスタート。いや、この番組内でやる高難度って、はい、何回やってもこの一番初めから緊張するよね。めっちゃドキドキします。まずルーナは銃撃の祈りをつけてですね、うん、はい、エナジーヒールとかしてみる。お助けします、うん、ルーナは一番左に、はい、います。もらんだね。あ、コールとかつけとこうかな。コールももうここについちゃう。なるほどね。はい、あれですね、あの途中でね、コールが呼べなくなるんですよね、このボスは。なんかやれるときにいろいろやっとかないと、いろんなことしてくるから。この一点突破が結構ティファと相性がいい気がしていて。確かにね、うん、ちゃんとダメ、ブレイブダメージを与えるために付与するぞと。はい、おいで。アウェイクニング行っちゃおうかな。皆さんの力に、うん、アウェイクニングを打ってみんなに神速と銃撃、うんうん、みんなというか右の方たちにはみんなに神速がかかっているところか。はい、参ります。闇を払いましょう。ここは一回吹雪を打ち、はい、で今ちょっと溜まったけど、もう一回吹雪を打ってから。闇を払いましょう。結構ね、人によってはね、この編成に似た編成で言うとね、エナジーヒーローもバンバン打っちゃうという人も多いでいますよね。あ、エナジーヒーローを打つとフォースゲージがたくさん溜まる。結構溜まりやすいのと連続行動なんで、もうそれで一気にフォースゲージを溜めるっていう人も結構セオリーというかよく見ますね。なるほど、うん、私は結構貧乏症なのでもう分かる、あの余らさず全部使いたい気持ちね。そうですね、アウェイクニングすると、あの1アビ2アビ両方とも回復するから、うん、なんかうまいこと使ってきたくなっちゃう。うん、うん、はい、そしたらまずは本来はきっと最初に気合を入れるべきなんだと思うんですけど、はい、うん、なんか行動順がもったいないので。あ、なるほどね。あ、今あのね、ルーナのおかげで神速がね、そう、なるほど、だから打っちゃう。うん、うん、確かに確かに気合いをね、もう一回打っちゃう。あと1回ティファがあと1回しかここでできないですっていう時に別に気合い入れて、時に気合い入れて、うん、うん、結構じゃあ積極的に序盤からダメージを取りに行くっていうのが。そうですね。あ、であれだ、間違えてファイナルフェブを打ちそうで怖い。これめっちゃ大事。あ、これ大事ポイント、これね、これが命綱です。命綱だ。これが、これでブリンクがつきます。はい、あ、なるほど、ブリンクをつけるのが大事だと。はい、これでもうブリンク3回は避けられるので。でかいね、これが大事。うん、うん、どうしようか。1メテオクラッシャー打ってバフだけ更新しよう。はいはいはい、1メテオクラッシャー、ドン。まずミユさんはテレポで何はともあれ。なるほどね、神速ミユでずっと行動消去ができるのか。うん、これは強いな。なるほど。でミユさんはなんか最初のミユさんの、ホーリーアンカーが、はい、結構数が少なめで最初ついてるので、はい、うん、LD をもう打っちゃう。ホーリーアンカーの数を戻すってことですね、うん、はい、これでホーリーアンカーが6アウトに戻ったと、うん、うん、うん、この命をかけて。あ、なるほど、テレポを連打するとかではなくてちゃんと使えるものは使っていくっていうスタイルなんですね。確かに。あ、でもまだね、使えるもんね。使えます、まだいけるし、あとここでこうやってティファも地味にドルフィンブローで、うん、うん、あー、なるほどなるほど、後ろに下げたりもすると。うん、いいですね、なんか出だしとしては順調に見えるね。すごくうまく回ってる気が。回ってるかな、ドキドキ。そうなんだ、そしたらどうしようかな。えい、参ります。
といて積極的に攻めに参加してますね。そうですね。役目を果たしに来た。それで敵が動く直前にテンポが間に合い最後の笑いがいいんだよな。ミユ先輩、ミユ先輩たらフルスロットル、うん、ちゃんと使えるもの余さず使っているって感じがしていいですね。もったいないと思っちゃうんですよね。さあそろそろです。あーなるほど、 FR のゲージが、ね、FR、 はい、1回目はルーナで行きたい。うん、ほう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 、から信じています。あれ、ん、まだ突入せず、あ、でもいいか、委ねます。来た、たまりました。うん、たま、あ、間違えちゃった、まあいいや、アウェイク、ちょっと準備を間違えましたけど、ちょっと本当はこのアウェイクニングで貯めて連続行動ができるようにしたかったとかなのかな。あ、そうですね、今なんか謎に A アビ使っちゃった。いっか、参ります。1回目で無料の時に打って、打ちの、あれ、これもう行っちゃえばいいかな。いや、ちょっとなんか押してみよう。答えてなんか多分ルーナの動きすごい下手なんですけど、ちょっとうまく使いこなせてるのか。練習中なのね。練習中で。いろいろ葛藤があったのか。葛藤があったね、今ね。うん。私の中で。ちょっとここで。あ、うんうん。はいはい。ああ、1回目の FRB というか、そもそもルーナで打つんですね。あ、そうなんです。ちょっとルーナで行ってこようかなと。うん、あ、テレポ役目を果たしに来た。ちなみにルーナが行動順なんか2回とか3回とか連続で行動できるときに、先にルーナの FRRB を打って、であの1アビを使って HP ダメージボーナスのレベルを上げる、パーセンテージを上げるっていうのも結構おすすめはしますね。その、あ、今このここじゃなくて、そうそうそう、っていう基本的なムーブも全然ルーナ強いですよ。なるほど。50% いった。もうしっかり今でも 50% ずつ上がってるので、走り出しとしては良さそうな感じはしますね。そうですね。なんかルーナ結構。上がりやすくて、あまり深く考えずとも、うんうん、さあ、この勝負の足がシンプルに強い、うん、連続攻撃できるからどの技もね、迷わずに打てるぐらいですよね。うん、いい追撃、いい、削れてるよ、ドキドキ。今んとこいろいろ対処、全然動く気配ないもんね。だいぶ遅れてきたね、気配で出してきた。でもまたテレポしちゃう、またテレポしちゃう、気配が消えた。いや、すごい。この間は戦った方がいいのかな。ここはね、もうあと残り3学徒ですからね、うんうん、せっかくなら、なんか単発力が強いティファにね、すぐに回せてあげた方が多分いいでしょうね、うん、ここは。じゃあ気合い入れちゃおうかな。1気合い、1気合い、確かにこれも全然あるでしょうね。そのもう一回動けるっていうのは間違いなく強いんで、うん、うん、ありがとう、いいダメージ。いやー、1回目のこれは、うん、ここでボスタイム終わり。いやー、やっぱでも1回目の FR が終わってボスの体力が 27% 削れてるっていうのは、やっぱボスの体力は多いですね。多いですね。ただ
作戦通り、防災を動かすことなくダメージを積み重ねてる感じはいいですね。全然動かない。オール打ちたくてたまらないであろうにあのオール打ちたくて打ちたくてしょうがない、打ちたくてないであろうに全然打たせてもらえない。かな、ちゃんと新作の祈りとかもね、そうですね、溜まってるのがいいですよね。ここでウェイクニングがあるから、じゃあ新速の祈りを解けてあげたりなんかして。あ、いいですね、メインアタックをしっかり強くしていくスタイル。うんうん、エナジーヒールしてみたりして。これがねーゲージがね 10% ぐらい上がるのマジでかいんだよな。本当だ、ふんって。いや本当ね、いいんですよこの溜め方、うん、やっぱね、もちろんね、やりすぎちゃうとね、その1回貯めた後、2回目すぐ貯めるの難しくなっちゃったりとかもするんですけど、こううまく塩梅を、ね、見ると、うん、アウィークニングの後もね、あの無料で1回打てたりするんでね、それが素敵ですよね、またね、あれ嬉しいですよね、うん、うん、もう70溜まった。そう、そうなの、結構追いつける。うん、でもボスもなんだかんだ言って FR アビリティ打ちそうですな。そうですね、この命をかけて、はあ、託したぞ。うん、追加ありがとう。うんこれで追いつきそう。うん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 、いっぱい打つね。惜しみなく打って打って、うん、衝撃をつければいいかな。ドキ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 。ここはじゃあもうそろそろ次の FR アビリティを意識している。意識しています。次は誰 FR なんですか。次はもうティファで、ティファ FR 打つと相手の FR を消せるので、うん、あ、なるほどなるほど、相手もそろそろ打ってきてほしい、打ってきてほしいです。あ、じゃあ本当に惜しみなく使って相手に動いてほしいって気持ちですね。そうですね、動いてほしい。あともうちょい、 あともうちょいだ、たまりそうですね。こちらな、参ります。闇を払います。確かに今もね、こちらフォースゲージの 100% だから、そうなんです、エナジーヒール打ってこねっていう気持ちだったんでしょうね。答えて、うんうん、さあこの後ぐらいでなんかちょうど打ってきてくれそうな雰囲気がありますが、くれそうですね。そしたらティファーに合わせたいね。うん、あ、来た、フォースアビリティでもありがとう、ブリンク、ブリンクありがとう、ブリンク。そしたら銃撃の祈りをミユ先輩につけて、うんうん、デバフが全部消えたので、はい、うん、将軍、あー、なるほど、ここでうまく中継していったってことなんですね。まあそうですね、あ、そうなん、1個しかつけられないけど大事大事で、やれることはもう、うん、これか。信じています。おー、やれることやっていく、何もかもやっていくやってって、うん、バトンタッチ、バトンタッチした、いいですね、なんかすごい練習を感じるすごい完璧な。そしたらここで、うん、行っちゃう。おお、来た来た。これで一回打って、ティファはどのタイミングでバーストとか打つんですか。あ、次の予定です。お、なるほど。畳みかけるんだね。で、強制終了。素晴らしい。畳みかけるよ。うん。いや、いけー。ここからが本番。覚悟で
さあやる気がすごいぞ。そうよ、やる気満々。うん、そしたら、うん、どうする？フィーバータイムが終わってしまう。フィーバータイムってこれですよな。けど一回気合い入れたい。そうですね、もったいない。HP ダメージボーナスもねちょっと上げていきたいですからね、うん、フィーバータイム終わっちゃったけどもう一回気合い入れようかな。うんうん、いいダメージ。そしたら、うん、ここでバースト。おお、来ました、うん、もう使い切るぞってことなんですね。そうですね、取り急ぎ取り急ぎ、フィーバータイムを戻して大事。さあこれはすごいいいところでバーストを発動したので、うん、ちょうどあのフォースタイムの終わりと多分バーストの終わりがちょうどかなりぐらいのいいところなので、ここはしっかりとダメージを出して次につなげたい。つなげたい。そんなこんなでもう D は達成している。うん、確かに。フォービーを今、フォービーももらえるかな。終わったら終わったらフォービーもらえる。すげー目に見えて減ってる。すごいがっつり、気持ちがいい。気を散らせだって。気を散らさないと。お安いご用よ、お安いご用よと。いやーね、ファースト中にスイン、ね、サマーソルトとかできるの、うん、いやいい曲だねやっぱね。とんでもないよ。とんでもないのよね。めちゃくちゃいい感じに減らせてる。これは相当いい感じなんじゃないですか、うん、あ、高ぶってる。高ぶった。高ぶった。じゃあ次に何を打つのかな。これね、グリッターストライクかな。いいですね。ありがとうね。これもね、バースト効果がついてるとね、うんうん、ちゃんと追撃してくれるから。しっかりといいダメージが、うんうん、しゃあすごいダメージ。素晴らしい。はい、そして 700% ファイナル分。なんだったらこのファイナル分は追撃がないからちょっと物足りないみたいな気持ちにもなりたおーすごい。いやもう 12% だよ、うん、なんでもそここで勝手なことしてくるの。あとね、急に来るね。ただありがとう。ブリンク、ブリンク、ブリンクが生きてる。ブリンクありがとう。そうしたら、うん、あともう一回、うん、役目を果たしに来た。なるほどね、弱点の方でも消えてるのか。あ、そうだった、忘れてました。ホーリーをじゃあ打たないとですね、うんうん、失礼の、ね、ミュウ先輩。ミュウ先輩、あ、先輩ん、あ、今呼べないんですね、コールがね、今がね。はい、そうだ、呼べない期間、呼べない。30% 切ったらかな、確か呼べなくなるのかね、確か。そうかそうか、いつの間にか切ってたから。切ってた、うん、そしたらテレポをおとなしく、しに来た、うん、さあ恐ろしいモンスターでも行動させなければと、うん、うんうんうん、そうですね。はい、ここはエナジーヒール、まあ、神速銃撃も使えるようになりまして、油
られます。銃撃は何も言わずにティファニー。もう彼女に。そうですね。アウェイクニングをしてしまおうかな。皆さんガスアウェイクニング。ガスアウェイクニング。はい、まあ、でもエナジーヒール絡めたら簡単に 100% いけそうだね。あ、そう、今のとかもエナジーヒールの方が、まあ個人的にはあれですね、エナジーヒールがなくなっちゃうかもしれないなってなったら、あのアスキルの時にエナジーヒール打っていくっていうのは全然愛じゃないのかなと思いますね。あ、なるほど。まあ、もちろんこのね、あの3回新速で攻撃できる1回目と2回目は攻撃で使って3回目にエナジーヒールバンバンと打つっていうのも全然ありだとは思うんですよ。強い行動だと思うんですけど、オペラスキはちょっとそのエナジーヒールの残りがちょっと気になったってだけです。確かにエナジーヒールどんどん減っちゃうんですよね。わかる。まあでもね、結構もっとり使い切るぞみたいなところでは、あ、なんかしてきた、麻痺、あ、麻痺してきた、麻痺された、あらー。さあ、これはあれですか、あの初めて自分が動きすぎると麻痺をするんですか、この子は。これはあれですね、クリティカルを当てようみたいなのが出てたじゃないですか。あれが多分生きてましたね。あのクリティカルを当てないと、10回目かな、10回目にあの麻痺攻撃をしてくるっていうのがあるんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんだ、麻痺してくるんだ。そうか、そう、やだね、ルーナに麻痺、ルーナに麻痺、やだ。さあ、これはルーナが、うん、一回落ち着いてくれたけど、なんだって。まあでもまだ順番は回ってこない、来ない、これは急にやってこないですよね。急にやってくるけ、来ないと思いますよ。あとはもうそうですね、殴り合いでどこまで高いのか。殴り合い。もうあとこの最後の 10% のさ、シールド、ね、うん、シールドだ、本当に。そう、あの麻痺してるとね、ここにも参加できないというのはね、痛いよね。そうですね、そっか、ブリンクは麻痺は回避できない。学んだようです。学びました。そしたら、うん、あと葉っぱ、ルーナで、あと葉っぱ、またメテオクラッシャー2回残ってるね。ね、あと召喚獣、まあ、召喚も残ってるしね、そんなに、うん、ただキハのねバースト効果がね残ってるうちにね、決めたいところでしたが、決めたいところではございますな、うんうん、ま、もしかしたらさっきのエナジーヒールじゃなかったところでエナジーヒールしてたらこの辺で FR が打てたかもしれない。うーん、そっか、ちょっと駆け引きを間違えてしまいました。まあ、ただこのミーンさんの連続行動でもしっかりとゲージは食べられそうな感じはしますからね。そんな悪いことにはならなそうには見えますが。でもあれですね、あのフォースこう HP ダメージとか出てる時にルーナの番回るとすごくもったいないですね。確かに。一旦ね、もう気合を入れまくるしかないかもしれない。フォースタイムがね、ターン分なくなっちゃいますからね。あ、ミユさん、ん、あ、ラグナロックブレードが打てるぞ。使えるようになりましたね。なんか打ってみよう。ちょっと柔らかくなれ。そしてミユさんは封印されし究極魔法も打てる。そうだ、まだ打ってなかった。運動してた。これは最後に取っとく作戦だったの？すっかり忘れていたわ。みゆ先輩だ。みゆさん、今よ、一番大事なとこ。うん。まあね、これでね、しっかりね、この後のトラップが2回爆発するようになって、うんうん、しっかりとこのシールドを削り切りたいですね。シールド、よし、行ったぞ。100回になったので召喚もね、もう別に、あ、でもあれか、もう一回ルーナが動いちゃうか。そうです、よっしゃ、
あ1回は行くぞと、うん、まあ確かにでも1回ぐらいルーナが無駄にしてもおそらくやりきれる。そうですね、ちょっと気合を入れまくろうと思います。これからおし硬いシールドがあるのに殴られてるとこれいかに。ソウルオブリバーサオリオンか、もったいない。役目を果たす、うん、いいですねテレポで。ここはしっかりと起爆をしていこうと。いいですね追撃。うおー、これね、気持ちいいんだよね。気持ちいい、うん、ルーナごめんね。そしたらここで召喚だ。おさあ出すものを全て出して、確かにこの召喚獣でもね結構削れますからね、うん、シールドは。びっくりしました、うん、いいダメージなのよね。しっかりとバースト効果もあと3なので、さあ割れたかな。割れたっぽい。割れた割れた、うん、いっぱい数字出てて割れてるけど割れたっぽい。うんうん、うんうん、あ、もう全然削れてる。さあ、あと1、あ、これはフィニッシュになるのか。ケンソどうだ。もう見えない、見えない。そいやったー、すごい終了、素晴らしい、素晴らしい。すごい、最後ぐだってしまいましたが、いや、しかしこれは文句なしじゃないでしょうか、うん、見てみましょう。はい、グレード S。 素晴らしい、素晴らしいです、見事クリア。いやすごいね、うん、ナイトスピーダスグレード S。 いや嬉しいですね。いやこれは素晴らしいです、すごい。しかもめちゃくちゃなんか作戦通りな、まあ、麻痺もあったけど、びっくりした麻痺で、学びもあって。学びもあった、ね、学びがあったよね。私も知らんかった。そうなの、知らんかった、うん、麻痺やってくんだ。そうなのよ、オーラがね立ち上っているときはちゃんとあのオーラを維持しないと、うん、バシュッてやってくる、うん、いやでもしかし素晴らしいですな。あよかった、クリアできた。どうでした、うん、このプレイしてみた感想的なところいただけると嬉しいんですが。あそうですね、でもスピリタスが出たときにはまだリームさんがいらっしゃらなくて、うん、そうですね、はい、うんうん、やっぱこう新キャラがそうやって出てきたことによってクリアできるようになったので、うんうん、結構みゆさんがいれば今の私みたいなちょっとこう変なプレイしても行動順が消せるってのがやっぱかなりでかくて、うん、そうですね、みゆさんとブリンクがあれば。ブリンク大事だった ね、 あのブリンクで大きかったね。リア、あの特にみゆってあの結構トラップを敵いっぱいに発動させたいから、その一体モンスターにはちょっと連れていきにくいのかなと思いつつ、うん、全然あのテレポがプラスじゃなくてもね、その敵みたいだったら、うん、ちゃんと消去して敵のことを後ろに持ってかせることできるし、もうすげえ刺さってたなってオペノスキも見てて思いました、うん、素晴らしいです。ルーナがいればね、あのテレポも全くもったいなくない。確かにね、本当だね、うんうん、すごくいい3人だった。あーよかった、うん、いや素晴らしいです、ありがとうございます。いやこれはご褒美期待してもいいんじゃないでしょうか。どうですかご褒美は。どうですか。はい、今回はモリシーが、スピーダスのグレード S をクリアしたということで、うん、特別に視聴者の皆さんへ3000ジェムを3月の開戦レポート報酬にお乗せしてプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。やったね、ゆきちゃん、ありがとう。頑張ったわ、ゆきちゃん。じゃーん、お母さん。こちらは3月末頃配布予定だそうなので、忘れずにログインしてゲットしてくださいね。ということで以上、激闘京都オペムルのコーナーでした。すごーい、オペオペ EX。 では最後にこちらのコーナー、お前が書くって言ったからさ、こちらは毎回オペラオムニアに関する何かのイラストを描き、そのイラストが何であるかを当てるお絵描きクイズコーナーです、うん、1人がイラストを描いてお題を出題、残りの人が回答者になりますよ。はい、はい、うん、今回の出題はひとちゃんです。はい、
い、ね、のすけさんと私は回答者となります。うん、当ててやるぜ。どうだった？書いてみて、30秒で。二人を信じてる伝わる。いや、書けてますよとかじゃないんだよな。伝わるって、なんか1フィルター入ってるんだよ。信じてるとか。そう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 。じゃあね、見てみましょうかね。こちらです。うん、じゃん。え、いやーな、ちょっと待ってくださいよ。何、ね、これは、ね、とある週末とかじゃないですよね。何でしょうか。回答をお書きください。だからちょっと1個だけ質問してもいいですか、うん、これ何、モンスターなの？モンスターです。別にヒントにならんわ。これでモンスターじゃないですっていうのをちょっと期待したのに。どっちがモンスター？みんなモンスター？あ、その子。なんか違う視点から見てほしい。概念？概念？どんどん難しくなっていく。小窓で談笑してる人。あ、いいよ森氏。え、いいの？いいよ。小窓で談笑してる人。小窓で談笑キーワードですって。いないよね。はい、じゃあそれではオペノスケさんから回答を発表してください。うん、はい、ペナスケの回答はこちらです。え？出た、浅いラスト。出た、なんか何それ。こういうなんか妖精みたいなモンスター、あの12かな、普通のクエストで出てくる。そう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 、ね、あのみたいなやつかなって思いました。なるほど、森氏頼む。こちらです。マレッシャ。いや、ああ、車窓からできた。なるほど。小窓で喋ってる、あ、なるほどね、人がいて、駅から見てる、それを外から見てる、はいはい、マレーシアの概念。概念だ。概念って言ってたから。なるほど、ゆきこありがとう。でもそしたら列車を書くよ。確かに。こんなに頑張って概念から膨らませたのに。でも本当、その気持ちは本当に嬉しい、ありがとう。じゃあ答えの発表です。こちらでした、どうぞ。ということで答えはオプティマス。どちらも正解。どういうこと？ちょっと待って、どういう概念なんですかこれは。あ、オプティマスオペレーションってこと。ゆきちゃん、そうか、私たちなの。そういうことか。そう、私はオプティマスって聞いてどんなやつだか全く思い出せず、うん、オプティマスオペレーションのオプティマスっていう気持ちで、うん、書いたの。なるほど、だから、うん、あの横の笑ってる子は、うん、っていうモンスターってことだったんだ。あ、そう、っていうっていう、なるほどね。なるほど、なるほど。一つあるとしたら、仮にあの画面がモリシーと大和田さんだって気づいても、そこからオプティマスっていうモンスター出てこなかったな。見れば見るほどじわじわ来るんだけどさ、右下の人盛り上がりすぎじゃない。この子が困惑させた可能性はある。確かにな、反省。気づいてね。オペノスケさんの描いた絵は結局何だったんですか。アルラウね。あ、そうそうそう、こいつね、こいつね。あ、うんうん、意外と間違ってなかった。あ、本当だ、確かに。あ、似ている、似てる。やったね、まあなんだかわかんないけど達成感はある。ということで、ペノスケさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ということで、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、お前が描くって言ったからさんのコーナーでした。オペオペ EX。さて、お送りしてまいりました、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第45回、そろそろ終了の時間です。はい、番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組概要欄のリンク先にある番組投稿フォームから送ってください。あなたのプレイエピソード〇〇がクリアできない、キャラの使い方がわからない、私たちの冒頭の挨拶の質問、普通歌などなど、たくさんのお便りお待ちしております。ということで、番組第45回でしたけれども、
はい、ポリシお疲れ、シンリュウ、うん、ありがとう。いや、すごいね、参考になった。あ、本当よかった、うん、なんか私も 10% 切ったところで、うんうん、あのシールドになるじゃん、うん、嫌だなって思って一回報告して寝かせといたんだけど、うん、そうなんだねそう報告するかって思って。でもルーナをいたらなんかすごい、そう、ね、そうなんだよね。私なんか、うん、ニウさんと合わせて全然、うん、あの行動させない立ち回りがすごいすごかった。よかった。そう、ルーナがいればね、うん、アクト数もそんなに気にならないでやれるし、うんうん、うん、素晴らしい。ぜひね、皆さんも次幻獣会スピリタスはパンデモニウムがね、そうなの、来るから今度はね、吹き飛ばして、ね、やりましょう。その前にこうちょっとね、あ、ブラザーズもいたなっていう時にこうちょっとでも参考になれば、うんうんうん、嬉しい。はい、次回の配信は4月中旬頃を予定しております。詳しくはオペラオムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。